京ビクトリー賞来てます。で僕のアピールポイント今日これです。リボルバーリリーが8月11日公開されるんで、ちゃんとね自慢しちゃうよ。あ、その前にキャストの、ね、ご紹介です。主人公はもう綾瀬はるかさんですけどね。いいですか。超有名。あんまりこれ中もバン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 見せるのある、ね、名前は載ってます、ね、おー、はい、なかなか自慢です。これで活躍できれば、ここにいろんな使ってる銃とかも載ってます。ね、で今日は会場になんと野田さんが来て、お世話になっております。元フランス外人部隊、パラシュート連隊衛生兵の、野田と申します。お世話になっております。野田さん映画も好きなんで、大好きです。自慢しまくってるっていうこういう流れなんですよ。羨ましいですね。このリボルバーってのはいいですね。オートマチックじゃなくてリボルバーってのもすごいいいですね。フランスは一部リボルバーまだ使ってるんですか。もう分かんないです。分かんないですけどもう使ってないかもしれないですね。なんか結構 GIGN なんか結構好んでリボルバーなんか使ってましたけど、もう結構前の話だと思うんですけど、ちょっと分かんないです。もしかしたら使ってるかもしれないです。リボルバーを射撃されたこととかあるんですか。軍ではないですね。軍ではないですね。もう全部オートマチックでした。古いオートマチックでした。なんか今でもグロック使ってるみたいですね。おお、そうなんですね。羨ましいですね。羨ましいですね。もうファマスも使ってないし。グロック好きだから。あ、そうですね。HK でしたから。416。HK416 っていうね。まあ AR タイプですね。はい。シェケラーが作ったあの M4 タイプというか。はい。まあ操作性は全く。そうですね。一緒ですね。カービンと一緒なんですけど。うん。最新ですね。羨ましいですね。装備もすごい。良くなって、そうなんだ、もう全然違います。フランス軍は全然、ちょっと変わっちゃったよ。変わりますよ。見た目本当ネイビーシールドみたいな。戻ったら私。わからない。対応できない。すみません、なんかいいかな。いいね。まあでもね、綾瀬はるかさんに教えられたってことですよね。そうです。羨ましいですね。いいだろう。緊張したけど。それで終わっちゃうの？終わっちゃう。いや皆さん公開中です。公開8月11日から公開されますので、はい、劇場に足を運んでください。見てください。見てください。お願いします。ありがとうございました。